どうも。今回はですね、NISA の方が枠が広がりそうっていうことで動画を撮らせていただきます。 NISA なんですけども、少額投資非課税制度、配当だとか売却益に対して儲けた、私が 100円儲けたとしたら 20% 取られてしまうんですよ。で、NISA 枠っていうのがありまして、1人に対して120万円大人であればあります。で、子供 NISA、ジュニア NISA ってのもありますんで、そちらが80万円1枠、1年に対してね、80万円の枠がありますと、そういうものになっております。今の最大でですね、まあ、5年縛りの、またそれで続けられるんで10年も持つことが可能なんですよ、一銘柄に対してね。今から始めて1200万になるのかな、多分その頃にはそこの上限が取っ払われます。年120万円のものに対して、それが2年目、243年目、364年目、480となりまして、で、限度が10年になってますけど、それが10年っていう枠がその頃にはなくなると思います。なくなるっていうのは、その日本でね、お金はあるんですよ、お金はあるんだけど資金の流動ができてないので、で、このままいくと国が破産します。はい、なので資金の流動をさせるために、そのNISAっていう非課税のね、普通税金は取られるんですけど取らないね、口座を作ったんですけども、それでもやっぱりこう流動がないっていうことで、政府の方がどうやらそこの上限を取っ払うんじゃないかと、はい、そういう話をですね伺いました。ニュースにはなってないと思います。はい、こちらの情報をですね仕入れましたんで、シェアしたく思いまして動画を撮らせていただきました。以上ですね、この動画終わりにします。ご視聴ありがとうございました。